バスケ部に支える高タンパク飯、ヘルシーなすなぎも丼。今回はリクエスト動画になります。バスケットボール部で部活を頑張ってるあの子から部活終わりに食べたくなるレシピを紹介してくださいって言われたので、俺のオリジナルのあのレシピを紹介します。バスケットボールやった後って足とか腕の筋肉の繊維がブチブチ切れてて、すごい痛い筋肉痛とかになりやすいらしいんですけど、タンパク質をしっかりと補給して良質な筋肉をたくさんつけてください。まずは玉ねぎをできる限りみじん切りにしてください。ここの玉ねぎの大きさがね、大きすぎると火が入りにくくなってしまうので、もうペースト状の一歩手前ってぐらい短くしてあげてください。ちなみに今回の丼は鶏胸肉よりも鶏胸肉に近いぐらい油が少ないんですけど、お肉の食感をしっかりと感じられるので成長期の人にはもってこいです。高タンパク低カロリーってやつですね。ちなみにフランスパンの上に乗せても美味しい具材なので、いろいろ試してみてください。あと砂肝のこの白い部分は筋なので、こういう部分はしっかりと包丁で取っていきたいと思います。食べられないことはないんですけど、少し固めなんですよね。半分に切って、でここの部分ですね、包丁の先端を使ってこうやってちょっとずつ削いでいくといいです。こんな風にこれでザッと取る。あんまり綺麗には取れてませんが、そこはまあご愛嬌、自分がこれぐらいでいいやって思えるぐらい取れたらそれで OK。 まあ大丈夫かな、このぐらいで。もうちょっと切っとこう。てなわけで、こんな風に食べやすい一口サイズよりも少し小さめの砂肝を4分の1サイズぐらいにしてあげてください。こっちも同じように下処理をしていきます。白い硬い部分を取って、これは綺麗に取れました。取った方を4分の1に切っていきます。砂肝って世の中のお父さんのおつまみっていうイメージがあるんですけど、食材としてもすごい優秀なので、その美味しさをね、噛み締めてみてください。焼き鳥とか好きな人だったらわかると思うんですけど、なかなか部活やってる子で、砂肝大好きって子はいないかな。ま、そんなことは置いといて、どんどんこうやって切っていきまーす。白い部分が入っちゃうけど、まあ仕方ない。で、人に楽しく料理。ちなみにこの縦の繊維に沿ってやると、よっと、ちょっと見えないぞ。縦に沿って砂肝を切るとストンと綺麗に切ることができて、逆らって横に切ることで食感が良くなります。この縦の繊維だね、縦に。また見えてないぞ、見えてない。なので、なんていうかな、小さく切るときは縦にやって、違う、こう切りにくい部分だったら繊維に沿って包丁を入れてみてください。それでどうにか砂肝をしっかりと切ることができます。そしてあれはしっかり切っているのに、しっかりカメラに映っていない。だいぶ悲劇ですが、まあ仕方ないね。さて、ガーリックライスも炊けました。このガーリックライスの上にさっき切った玉ねぎと、あと砂肝を乗せて特製の丼にしていく感じですね。下の部分が少しおこりになって美味しそう。まずは油の敷いてないめちゃくちゃ温まったフライパンの上に玉ねぎを全部入れちゃってください。油を敷いてしまうと少しベチャベチャになってしまうので、あまりおすすめしません。それに玉ねぎみたいに水分量の多いものだったら油を入れないで焼いてもひっつかないんで安心です。で、この玉ねぎが茶色くなるまで炒めていってください。そうすることによって玉ねぎの旨味が極限まで出ます。少しだけしんなりしてきたら、塩をだいたい大さじ 0.5 ぐらいかな、気持ち加えてあげてください。こうすることによって玉ねぎから水分が出てきてめちゃくちゃ甘くなっていきます。塩を入れたのに甘くなる理由は知りませんが、まあとりあえず甘くなるんです。浸透圧とかの問題で中の水分が出てくるからじゃないかな。こんな風に茶色っぽくなったら砂肝を入れてあげてください。一気に強火にしてしまうと一気に砂肝が焦げてしまうので、中火でゆっくりと
焼いていきます。でここに小さじ大体1の料理酒を入れます。甘みととろみがつくんですよね。これを玉ねぎと合わせてあげるように手早く切っていきます。ここでもたもたしていると玉ねぎと砂肝にお酒がつかなくなってしまうので注意してください。あとこの砂肝なんですけど、焼く前に醤油とかで漬けるっていう人もいるんですが、味が濃くなってしまうので砂肝をなんか漬けにするのはおすすめできません。オリーブオイルを少しだけ足してあげたら、これをどんどんかき混ぜて砂肝に火を入れてってあげてください。ちなみに玉ねぎの旨味がコリでこびりついてフライパンの中に残るので、それをこそぎ落とす感じで、今入れたのは焼肉のタレではなく生姜焼きのタレなんですが、焼肉のタレとか生姜焼きのタレ、とりあえず味の濃いタレを大体大さじ2ぐらい入れていてください。で、あらかた全体が混ざったらコップ一杯の水を入れてあります。砂肝にはなかなか火が入らないので蒸し焼きにしてってください。大体10分で火が入りますし、こうやって砂肝からめちゃくちゃいい出汁が出るのでおすすめです。こうなったらもう強火にしちゃって大丈夫、結構シャバシャバだからね。この水分を一気に飛ばしていきます。 2,3 分加熱しただけでもうとろみがついて水分がだいぶ飛んできました。こんな風に何も少しね、水分を切ってあげる、切ってあげるというか飛ばしてあげるといいかな。アルコールが入っていると水分にても一気に飛ぶんですよね。さあしっかりと焼くことができたら、このガーリックライスの上に砂肝を捨てていこうと思います。結構熱いのでヘラではなくなんかスプーンみたいなやつを使ってください。そうそう、こんなやつ。さあこれを上に乗せていってください。細かい玉ねぎとお肉だったり、細かい玉ねぎと他の野菜を一緒の鍋とかでグツグツ煮る手法はイタリアンとかフレンチのシェフがよく使うんですよね。少しオマージュしてみました。さあ全体的に砂肝を散りばめましょう。うん、もういい匂いがする。あと料理酒を入れたんですが、ワインとかでもいいかもね。さあフライパンの中のものをすべて出してあげてください。もう焦げとか玉ねぎもすべて上にかりてあげる感じ。上に乾燥パセリか乾燥バジルをパラパラと振りかけたら完成です。いただきます。食欲刺さる砂肝、そそる砂肝丼、部活の終わりにいかがでしょうか。リクエストありがとうございます。他にも皆さんのリクエストを受け付けてるんで、よかったらどんどんコメントしてみてください。どんな難しい料理でも作ってみせます。あとチャンネル登録と高評価すごい嬉しいので待ってます。来てくれて最後まで見てくださってありがとう。じゃあまたね、バイバイ。